俳優の薩摩健八郎さんが亡くなっていたことが16日、分かった。76歳だった。着ぐるみを着用して演技をする。スーツアクター、俳優にしても有名だった薩摩さんは、1984年公開の映画、ゴジラ、から、95年の、ゴジラ VS デストロイヤー、まで、ゴジラ役として出演していた。東宝、ゴジラ、シリーズの公式 X は、薩摩健八郎さんの突然の訃報に接し謹んでお悔やみ申し上げます。という書き出しで投稿。さらに、平成ゴジラシリーズを支えてくださったレジェンド、スーツアクターとしてゴジラに命を吹き込んでくださったそのお姿は、多くのゴジラファンの心に深く刻まれております。心からの感謝とともにご冥福をお祈り申し上げます。と追悼した。ネットの声、ニュースで薩摩さんの訃報を知って、バーサスデストロイヤーのキャッチコピーである、ゴジラシスが頭に浮かびました。バーサスシリーズのゴジラの直撃世代なので、薩摩さんの訃報は本当に残念。個人的には、バーサスデストロイヤーで、デストロイヤーの攻撃をまともに受けて虫の息のゴジラジュニアにエネルギーを分け与える場面と、ラストで完全なゴジラになったジュニアが方向する場面が最も印象に残っています。きっと向こうの世界で、河北浩一監督と再会されていると信じています。薩摩さんの演じるゴジラが大好きでした。平成 VS シリーズ最終作、ゴジラ VS デストロイヤーが終わった時、新しくゴジラが作られたとしても、もうゴジラには入らない、と言われたそうですね。人気のあった平成 VS シリーズ、最近になっても何冊も平成ゴジラの本が出ていて、薩摩さんもその本の中でインタビューを受けられてて嬉しく思った記憶あります。昭和ゴジラの後期は人間の味方になっていたのに対し、1984年に制作された薩摩さん演じるゴジラは、原点回帰の意味で人類の脅威として描かれており、迫力を感じた。ゴジラとは本来核実験から生まれた人類の敵だったということを思い出させて、薩摩さんがその動きを演じ切ったからこそ、平成ゴジラは成功したのだと思う。功績は大きいです。ご冥福をご祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。